ビワ名メイビワタ分水港ビワ名メは埼玉県久喜市栗原4丁目、佐って大和上、高野、南2丁目の境界に所在する水利施設である。1660年に稲忠勝によって火災用水路が整備されるとともに設けられたというためいで中郷用水路及び南側用水路を分水している。ビワタメの水利施設は1962年2002年に それぞれ改修工事が行われている。また、ビワタメイの水利施設内に火災具が祀られており、公園のように整備された空間も所在しているが、一般の人は通常、この敷地の中に自由に立ち入ることはできない。北方はかつて、火災用水路が2条の水路に分かれており、中央部に弁天島と称する島が存在していた。この弁天島の北半分は、現在の久喜市。 青毛あざ本郷南側は、くき栗原あざ河である。現在は、この火災用水路の2条の水路のうち、東側の水路が埋め立てられ、埋め立てられた余剰地は主に畑などに利用されている。すぐ東側を、日光五条道が通過しており、街道の道標や正面混合などが設置されている。ありがとうございます。